今まで買ってきたコンビニ限定レゴの中で一番豪華です。皆さんこんにちは、自称レゴブリーズ、ひろゆきだ。はい、今回の動画はこちら。はい、こちらのコンビニ限定レゴ2種類を開けます。コンビニ限定レゴの新しいものが発売されました。今回は全部で4種類発売されました。ちなみに残りの2種類は以前出たコンビニ限定レゴなので、今回は新しく出た2種類を買いました。まずはこちらのミニオンズのレゴのミニキットが発売されました。ミニオンの映画は結構よく見てるので、これは開けるのが楽しみです。名前がボブのロボットアームです。これはミニオンズの映画でよく使われてました。そしてもう一つはこちら、動物レスキューのボートです。コンビニ限定レゴもこういった新しい種類のものも増えてきて、とても面白そうです。ちなみに残りの2種類はアイアンマンとアナと雪の女王のエルサのセットです。はい、それではこちらの2つを一気に組み立てます。はい、二つとも完成しました。コンビニ限定レゴもだいぶ豪華になってきました。僕思ったのが、コンビニ限定レゴってこんなに豪華だったっけ。エゴシティの動物レスキューは至ってまあ普通のコンビニ限定レゴなんですけど、ミニオンのセットやばくね。ちょっと待って、僕が今まで買ってきたコンビニ限定レゴの中で一番豪華なんじゃないこれ。はい、ではまずはこちらのレゴシティ動物レスキューのレスキューボートを紹介します。はい、まずこちらがレスキュー隊員です。全体はこのようになってます。このレスキュー隊員の制服なかなかいいですね。ズボンにポケットがあります。裏面はこのようになっていて、動物レスキューのロゴがあります。レゴのミニフィグってこういう細かいところもプリントされてるので本当にすごいですよね。はい、そしてこちらが猿のミニフィグです。右手と左手の大きさがなんか違うような。これはこれで結構ありかも。はい、そしてこちらがレスキューボートです。全体はこのようになってます。レスキューボートは結構簡単な作りになってます。ここに動物レスキューのマークがあって、後ろにはモーターがあります。モーターはこのように回転します。そしてモーターの後ろのカゴにはリンゴが入ってます。ではレスキュー隊員を乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。ちなみに猿の右腕には付属するリンゴを持たせることができます。はい、レゴシティ動物レスキュー隊はこんな感じです。はい、では続いてはミニオンズです。先ほども言った通り、このミニオンズが今まで買ってきたコンビニ限定レゴの中で一番豪華です。はい、まずこちらがボブのミニフィグです。腕が長い。全体はこのようになってます。ミニオンのミニフィグもちゃんとこういった細かいところも再現してるので、これはなかなか素晴らしいです。さらにこちらのロボットアームはめちゃくちゃ稼働します。まずこのように回転して、この3つがヒンジになってるのでこのように動きます。そしてこのつま先のパーツもこのように回転します。いや、すごい動くな、ロボットアーム。でこのロボットアームに銃を取り付けたり、ミニオンの大好物のバナナを持たせることができます。なんか手長ザル感が半端ない。ちなみにこの台座の中にはミニオンの腕とフラスコがついてます。こうやって腕を差し替えることができます。これすごいいいですよね。そしてこちらが机になっていて、上にはなんかヤバそうな爆弾とライフルがあります。このヤバそうな爆弾なんですけど、完全になんかすっごいバカでかい魚雷ですね。ミニオンの映画でこういうバカでかい爆弾よくありますよね。そしてこちらが机の上にあるライフルです。この武器なんですけど、スターウォーズの銃ですね。スターウォーズの銃にこういったスコープが取り付いた感じです。そして弾も付属するんですけど、なんかすごくヤバそう。いつも1パーツなんですけど、今回は3パーツになってます。このように弾を入れることができて、さらに弾も発射できます。いきます。
おお、結構威力ありますね。はい、そして最後はこちらのマシンです。全体はこのようになってます。そういえばミニオンの映画でこういうマシーンあったかな。それはさておき、このマシーン自体も結構小さいんですけど非常によく作られています。後ろにはネジがついてますので、これはゼンマイ式のマシーンかな。でこちらのマシーンにボブを乗せることができます。できます。おお、はい、ボブを乗せてみるとこんな感じです。レバーを持たせようと思ったんですけど、これ幅が全然合わないのでレバーを持たせられないですね。ロボットアームにしたらこうやって持たせることができます。無理やり感が半端ないですね。はい、今回紹介した2種類を並べるとこんな感じです。先ほども言った通り、コンビニ限定のレゴのミニキットで一番豪華なのはやっぱミニオンズですね。700円でこんだけパーツ入ってて、こんだけ遊べれるのは本当にすごいと思います。で、動物レスキュー隊なんですけど、ボート自体小さいんですけど、パーツが少なくて結構組み立てやすかったです。はい、今回のコンビニ限定レゴミニキットはこんな感じです。はい、ということでコンビニ限定レゴミニキット2種類を開けてレビューしていました。最近のコンビニ限定レゴミニキットもだいぶ豪華になってきました。今回4種類中2種類を買ってレビューしたんですけど、この2種類は結構良かったです。まずレゴシティ動物レスキュー隊はいつものレゴシティのミニキットとほぼ同じですね。ただ僕は動物レスキュー隊のセット買ったことなかったので、このミニキットは結構良かったです。そしてミニオンのミニキットなんですけど、動物レスキュー隊と一緒でミニオンのセットは初めて作ったんですけど、ミニオンのミニフィグの完成度がとても高くて、さらに付属品が結構豪華なので、このミニオンのミニキットはすごく良かったです。コンビニ限定のレゴミニキットは結構早めに売り切れちゃうので、欲しい人はすぐ買いましょう。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。